エルンスト・ハッペルシュターリオンはオーストリアの首都ウィーンにある多目的スタジアム。このスタジアムを本拠地としているクラブはなく、サッカーオーストリア A 代表の主な試合会場として知られている。1928年にオーストリア共和国10周年を記念して新スタジアムの建設が決定。その3年後の1931年にドイツの建築家夫、 エルンスト・シュバイツァーの設計によって完成した。こけら落としは1930年代まで行われていた労働者オリンピック。特に優れた安全性から世界で最もモダンなスタジアムと高く評価された。当時の正式名はプラーター・シュター・リオン。収容人数は約6万人であった。しかし多目的使用できる。 便利性から、オーストリア代表チーム等のサッカー試合のみではなく、ナチスの演説会や集会、ドイツナチス軍の基地、ユダヤ人の牢獄等として利用された暗い過去も、持っている。第二次世界大戦後、ナチス政治は崩壊し、オーストリア共和国が復活。スタジアムの再びスポーツ、及び音楽のコンサートでのみ使用されるようになる。1950年には、 中央人数約9万2千人のスタジアムに拡大される。1930年代から1960年代までヨーロッパでもトップレベルを誇っていたサッカーオーストリア A 代表の影響もあり、オーストリア代表チームの試合には8万人以上の観客が集まることも珍しくなかった。また、1950年代からはオーストリアブンデスリーガのクラブが UEFA チャンピオンズカップや UEFA カップウィナーズカップの試合をこのスタジアムで開催するようになった。しかし、ウィーン以外の街を本拠地としている各クラブは、ホームでのアドバンテージがなくなるという理由から、巨大なスタジアムで得ることができる経済的な効果を捨ててまでも自らのホームタウンにあるスタジアムにこだわっていた。1980年代、 および1990年代には、スタジアムのモダン化を進める工事が行われ、だんと立ち見席が廃止され、座席のみのスタジアムとなる。そのため、収容人数は減少。1990年代中頃には、収容人数5万865人のスタジアムとなる。UEFA が認定する5つ星スタジアムでもあり、UEFA チャンピオンズカップ。 および UEFA チャンピオンズリーグの決勝戦が4度、UEFA カップウィーナーズカップ及び UEFA カップの決勝戦が1度ずつ行われている。2008年 UEFA ヨーロッパ選手権、オーストリアスイス大会に向けて新たに集築が行われ、53,008人の収容人数を誇るスタジアムとなった。同大会では決勝戦を含む計7試合が行われる。 大会後は、わずかな縮小工事が行われ、収容人数は5万1905人となった。歴史に残る最多入場者数は1965年のオーストリア対スペインの国際試合、観客数は9万2708人であった。1992年には、同年に死去したオーストリアの歴史に名を残した名称、エルンスト・ハッペル監督を称えて、現在の名称、 エルンスとハッペルシュタリオンに変更された。ありがとうございます。